無色ガラス容器内の液体酸素液体酸素とは、液化した酸素のこと。酸素の沸点は摂氏183度、凝固点は摂氏219度である。製鉄や医療現場の酸素源やロケットの酸化剤として利用され、LOX、LO2 のように略称される。有機化合物に触れると爆発的に反応することがある。メディアを再生する、液体酸素を磁力で捕捉する。実験動画液体酸素は淡い青色を呈する液体である。密度は 1140kg、立方メートルであり水よりやや重い。常磁性を持ち、強い磁石に引き寄せられる。断熱膨張により液化した空気から分流される。液体窒素の沸点は酸素より低いため、液体空気から酸素を容易に濃縮できる。化学実験でしばしば用いられる、デュアー瓶に液体窒素を満たした冷却トラップを大気に開放したまま放置すると、液体酸素が溜まる。液体酸素は強い酸化作用を持ち、接触した有機物を速やかに酸化する。このため、液体水素、ケロシンなどと組み合わせて、ロケットエンジンの推進剤として用いられている。またその固体である、固体酸素は、状況下によって、非常に様々な性質に変化する。また一部の販売されている、液体酸素には、合成周期成分であるジメチルスルフィドが、添加されている。もし使用者が周期を感じれば酸素が環境に漏れ出している可能性がある。病院の液体酸素タンクにタンクローリーから液体酸素を補給する口径大きな病院では従来のような酸素ボンベによる供給ではなく管内に敷設した酸素配管を通して大きな液体酸素タンクから気化させた酸素を配給している。個別のボンベを準備せずに済み、大量購入によるコスト削減のほか、ボンベの残量を気にする必要がなくなるなどの利点があるが、設備の設置、維持、管理にコストがかかる。転路法が開発された当初、それは転路の底から空気を吹き上げるというものだった。現在では上から酸素を吹き込む方式に変わっている。溶けた銑鉄に酸素を吹き込むことで不純物を焼き飛ばし、鉄の純度を高める。製鉄所では大量の酸素が消費されるため、工場内に酸素製造設備が設置される。ロケット発射場の液体酸素、タンクロケットエンジンは、原理上、大気中の酸素を燃焼に利用せず、ケロシンなどの競技の燃料に加えて、酸素、過酸化水素、4酸化に窒素、硝酸といった酸化剤のうちいずれかをあらかじめロケットに積載する。このうち酸素は常温常圧状態に戻った際の毒性が低いこともあり、弾道ロケットの黎明期から現代に至るまで広く利用され、液体酸素の形で積載される。液体酸素を用いた初期のロケットには以下のものがある。また現在でもアメリカのスペースシャトルやロシアのソユーズ、日本の H2 ロケットなどに広く使われている。一般には燃料にケロシンか液体水素が使われる。ありがとうございます。